今日はドアのウェザーストリップ交換を行いたいと思います。まずウェザーストリップの役目として3つあります。車内に雨や風、ほこりが入り込まないようにすること。走行中に雨が降ってくると、ドアや窓ガラスの縁に隙間からですね、雨水が入り込んでくることがありますので、そういった時にウェザーストリップがあるとそれを防ぐことができるということですね。次にドアを開け閉めする際の衝撃を吸収するということですね。ドアを開け閉めしていると、閉めた時の衝撃が、ボディに伝わってしまうので、それが積み重なっていくと、ボディの劣化につながって故障の原因になる可能性があるということですね。その点ウェザーストリップはゴムでできているので、ドアとボディの間に装着すると衝撃から守ってくれる効果があります。3点目にロードノイズを遮断するっていうのがあります。ウェザーストリップを取り付けることで、ドアや窓ガラスの縁に生じる隙間から、騒音が入り込むことを防ぐ効果があります。で、私の MGB は製造から50年以上経っているので、これからも長く乗っていくために、今回交換したいなと考えています。交換に関しては、プラスドライバー1個で多分できるんじゃないかなと思ってます。今回のパーツはいつもの海外通販ではなくって、国内ですね、ショップさんから購入させていただきました。パーツの購入のし忘れとかした場合にですね、こういった細々としたものをまた海外通販で揃えると送料とか結構かかってしまうので、買い忘れたパーツなんか国内のショップさんから購入することが結構あります。実際にウェザーストリップの劣化具合っていうのをちょっと見ていきたいと思います。こんな感じで、前の方はそんなに問題ないんですけれども、運転席側ですねのここの一番上の部分がそのこうパックリ裂けてしまっていてですね、結構これ珍しい劣化の仕方なんですけれども、これにはちょっと原因があります。ドア側なんですけれども、ここの部分ですね、画像だと分かりにくいかもしれないんですけれども、一度自分が補修してるんですね。革の部分にこのパックリ穴が開いてですね、これなんで穴が開いてるかって言ったら、この部分と先ほどのウェザーストリップですね、ここがすごい接触して擦り切れてしまったっていうのがどうも原因のようです。で、なんでそういうことが起こってるかっていうと、ちょっと画像が後で、この辺に載せると思うんですけれども、このドアのトップ部分ですね、これ革が貼ってあるんですけれども、どうもこれ別の車種から流用したっぽくって、もともと茶色の革がついていたところにさらにこの黒い革を乗せていたんですね。そのためダッシュのトップがサイズが大きいというか、通常よりもちょっと太くなってしまって、それが原因で先ほどのウェザーストリップですね、この部分と日常的に言って開け閉めのために接することになってしまったんで、これが原因で擦り切れてしまったんではないかなっていうところが今思っているところです。で、今回はこれも交換してリフレッシュしていきたいと思います。それでは取り外していきたいと思います。多分このキャップの部分ですね、ここだけで止まってると思うんで、これをプラスドライバーでですね、外していきます。そうするとこれが取れるのかな。実際ここ抜くことができるんで、これでちょっと緩めるぐらいがいいかもしれないですね。多分裏側にもプラスドライバーで止まっている部分があるっぽくって、それを外そうとすると内張りから外さなきゃいけないみたくなるんで、ちょっと緩めてこう引き抜くという感じですかね。で、新品と取り替えるものちょっと並べて比較してみました。同じ部品であるはずなんですけれども、作りがちょっと違うという感じですね。で、何が違うかというと、どうも古い部品の方はここちょっと裂けて中見えてるんですけれども、この新しい部品の上に、この布製の何あのカバーみたいなのがついてる、ちょっと高級バージョンみたいな感じですね。で、私もこれ購入するまで全然気づかなかったんですけれども、どうも
いくつかパターンがあるみたいです。なんでこれがまあ一番ベーシックなもの、あとはこういった形で布が貼ってある高級バージョンっていうのがどうも存在するみたいです。それを考えるとちょっとこっちの高級バージョンが良かったなと思ってたんですけれども、まあ、今回はこちらやるんですけれども、次回以降貼る交換する機会あったらまた高級バージョンを探してみたいと思います。で交換なんですけれども、おそらくこうやってですね、差し込んでいっちゃえばいけるんじゃないかなという感じですね。そこまでそこまでこういうふうに、もう少しまっすぐ隠して、こういう感じですね。ちょっとだけ、ちょっとだけ見たら、こうしようかな。こんな感じで挟む、まあゴムのここの部分ですね、ちょっと裏返したんですけど、ここの部分、この金属の部分をちょっと挟み込むだけなんで、交換自体はすごい楽です。で、これをどんどんちょっとザーッと今あるんですけども、ここを挟み込んでいきます。どう見てもちょっと余る感じですね。この部分はちょっと余裕めに作ってあるみたいですね。でこの部分長さどうしても余ってしまうんで、もともとパーツのウェザーストリップの長さが余分めに作ってあるんでしょう。で切っていきたいと思います。この長さぐらいですね。で切る際に、中にこれ見てもらうと分かると思うんですけど、ちょっとこう金属のレールっぽいのが入ってるんですね。なんでハサミだとちょっと切れないと思うんで、ニッパーとかそういった工具使って切った方がいいと思います。切ってきます。切り分けをこの時間に収まるような形にリールの機械で2メートル切ります。こういうのをゆっくりちゃんと切れたな。もうちょっと切ります。で、あらかたの長さに切って、こうやって微調整するのがいいんじゃないですかね。いやー、ニッパーだけで切るっても結構乱暴な話であるんですけど、ちょうどこのカバーに隠れる部分なんで、その辺はあまり気にしなくてもいいのかもしれないですね。こんな感じだったら、コンビションです。はい、また出てきます。行きます。ちょっとマイナスドライブで、ちょっと強いですね。こういう感じで。行きましょう。で、このあとは、サクッとドライバーですね。ベーシーですね。これが外れないようにしておけば、レーザーストリップが外れるってことはないと思います。お、これネジがバカになってるんだ。怖い怖い。もともとちょっとネジがバカになってたみたいですね。これもなんか後日対策してみればいいかな。とこんな感じでちょっと完成ですね。ストリップの交換、ウェザーストリップの交換ができました。はい、こんな感じですね。こうぐるっと回って、ここにくると、ここが終点ですね。ピントは合いました。でここも本当は緩めてやりたかったんですけど、ここのねキャップ止める金具のとこが、これはなんていうんですか、このネジではないんですよね。で届かないとこなんで、ここはもうあとこの曲がりがどうしてもこのウェザーストリップを曲げてたら絶対こういう風にはみ出してしまうなっていうところがどうしてもしょうがないところではあるんで、まあ、これは交換前もこんな感じだったんで、まあ、あんまり気にしないようにします。でウェザーストリップ交換すると、まあ、この部分がねリフレッシュされて、まあ、いつもドア開けた時にね、ああいつもここが擦り切れてるなとかいろいろ思うところはあったんで、ようやく交換できてすっきりしました。逆側の
ドアもあるんで、そちらも交換して、まあそれで今回の作業は終了です。助手席側もね、同じように張り替えてみました。やっぱり張り替えると黒い部分がまあ黒っぽくあるっていうのを結構しゃっきりとした印象を与えるんで、これ交換自体もそれほど難しくはないんで、おすすめできるんじゃないかなと思っています。で、次回も何かしら手入れポイントを見つけて MGB の手入れをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。